皆さんこんにちは、武田塾の清水です。本日も一問一答やっていきましょう。言葉は力だとキーワードどっか言ってどっちもやらなきゃダメですか？余裕があれば順番に2冊ともやってもらった方がいいです。時間がなかったりとか現代文ある程度自信あるんじゃね僕と思うんだったら、言葉は力だの目次をまず見てみてください。1冊本格的にやる前にそこに収録されているキーワードとかが一覧になっているので、その内容を見て、あ、この言葉だったらそのしっかり違いを説明できそうだなとか、例文作れそうだなとか、現代文の本文の中で出てきてもバッチリ意味わかりそうだなっていう形であればキーワードどっか言から入ってもらっても問題はないです。ただ、現代文ある程度得意だとしてもキーワード系の参考書は今まで全然やってないっていう形であれば、単語の意味自体は何となくは分かってたとしても、例えば改めて説明を、しっかり読んでみたりとか、類義語、あ、そういえばこういうふうに整理できるなであったりとか、あとは例文が短いものがついてあるので、そのあたりを読んでいったりとか、あと問題もちょっとついているのでそれを解いていったりすると、何かしら新しく得られるものもあるんじゃないかなとは思います。ようやくって力つきますか？つきます。ようやくはやってほしいです。結構例えば開発講座とかのレベルになってくると、本文全体で言いたいことは何ですか、100字でまとめてくださいっていうすごい大きな言いたい内容をまとめるっていうことになってきますし、もっと手前の参考書から、日大レベルとかですねからでも、この一段落って要するにどういうこと言ってますかとか、この意味段落単位ではどういうことを言いたかったんですか、何のためにこの具体例を出したんですかっていうのは、要するにこういうことだよねっていう説明する癖は絶対につけてほしいです。やっぱり本文の内容を全部を全部覚えるって基本難しいんですよね。要点を拾ってって全体で要するにこういうこと言ってたよねっていうところを自分の頭の中で整理していく必要がありますので、筆者の言いたいことをまとめていくっていう思考をやらないっていうのは基本ありえないです。本格的に要約を100字でするかしないかに関して言えば、開発講座ぐらいのレベルに入ったりとか、国公立で技術対策に入ってからとかで実際書き始めるのは OK です。清水先生はなんで1日1食なんですか？誤解のないように言うと、例えば今もう成長期真っ盛りですみたいな中学生とか、部活ゴリゴリやってますとか、スポーツゴリゴリやってますみたいな人は、別にそうじゃなくてもいいんじゃないかなとは思ってるんですが、基本的にはもう成長期も終わってますみたいなね、もうこれから仕事してますとか、社会人とか特にそうなんですけど、1日3食しっかりっていうのは基本多いんじゃないかなと私個人としては思ってます。もちろん個人差はあるんですけれども、普通に体型維持っていう、シンプルなところから考えてもそうですし、僕が個人的に結構意識してるのは、その日中ですねの集中力の維持っていう観点から、そんなにたくさん食べなくていいんじゃないかな、むしろ食べない方がいいんじゃないかなぐらい思ってるところはあります。あとはやっぱ仕事にめちゃめちゃ熱中してやることが僕の場合多いんですけど、そうなってくるともう食事取る時間すらめんどくさいなっていう風になってきちゃうみたいなところもあるんで、なんか受験生とかでも人によってはなんかもう勉強に集中しすぎてモードに入りすぎてて食事するの忘れてましたみたいなぐらい集中してる人は結構勉強の得意な人の中でもいるんじゃないかなとは思うんですよね。このあたりね、詳しく知りたいなと思ったら、小食とか1日1食とかでね、YouTube とかで調べてもらったりとか、本とかもあるんで、読んでもらえるといいんじゃないかなと思います。ということで、今回の質問は以上です。引き続き質問募集しておりますので、コメントをどしどしください。武田塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。